はい、どうも、お初にお目にかかります、地球上のすべての生きとして生きるものの嫌われ者キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきますタイトルはこちら、狼絶景版というわけでして、今回で動画を数的に言うと、16本目というわけでして、今回も頑張って、やらせていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。で、自分ですね、ゲームの腕前がめちゃくちゃド下手でですね、本当に謙遜でも何でもなく、ね、低くくらいのド下手なので、奇跡的にもねこちらの動画をご視聴くださっている方の中で、そのせいで非常にご気分の方を悪くされてしまう方もおられるかと思うのですが、そこはどうか、長い目でねご容赦いただければ幸いかなと思います。いずれにせよ、ド下手はド下手なりに一生懸命頑張ってですね、ご視聴くださっている皆様に少しでも、楽しいな、面白いなと思っていただけるようにね、頑張ってやらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。で、ですね、狼にやらせていただくときですね、毎回ノーマイクでやらせていただいておりますので、今回もノーマイクでやらせていただきたいなと思います。また終わりにしなにですね、ご挨拶の方をさせていただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。ではまた後ほど、 See you soon. バイバイ。
Thank you.
はい、というわけでして、今回ですね、切りも良さそうなので、この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでご、お付き合いくださりまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回もなかなか面白かったですね。今度犬探しってことでね、最終的に8匹ですか、見つけないといけないということで、どっかでね、宝玉を首にぶら下げたワンちゃんをどっかでね、このエリア以外にどっかでね見かけたことがあるような気がするんですよ。多分ね、あがたの森の時にちっちゃい子供と一緒にいたワンちゃん、ワンちゃんがそうなんじゃないかななんて思うんですよね。なんでそうなると多分このエリアだけで5匹最終的に見つかるっていうことなんで、それで6匹ですよね。で、多分一番最初のエリア、忘れちゃったんですけど、一番最初の村、エリアでまたワンちゃんが1匹いたんですよね。あれももしかしたらそうなのかもわかんないですね。ちょっとわかんないですけど、まあ、とりあえずワンちゃん探しですかね、まず。まずワンちゃん探しで、それから村を救うっていう感じになるんですかね、きっとね。その赤かぶととやらも強そうだな。勝てるかなって感じですけどね。また次回ね、頑張ってね、やっていきたいなと思います。で、これ以外ですね、シリーズ動画、いくつか出させていただいておりまして、サイコブレイク2、ウィッチャー3、ワイルドハント、あとは、ファイナルファンタジー15と、シーンと、ザ・シルバーケース等を出させていただいております。で、それ以外にですね、ニコ生の方でブロードキャスト配信なんですが、アサシンクリードオリジンズなどもやらせていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいに動画をね、アップさせていただくにせよ、必ず事前にですね、自分がやらせていただいておりますので、ツイッター等で、ご報告、させていただいております。毎回ですね、動画説明欄に、自分がやらせていただいておりますが、各種 SNS の URL をリンクっていう形で持って貼らせていただいております。お気の方がお気になれましたので構いませんので、もしよろしければぜひ、そちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、
ですね、今回ね、冒頭の方でもね、ちょっと話しさせていただいたんですが、自分ですね、この通りゲームの腕前がね、めちゃくちゃド下手なのですが、そんな自分みたいなのもいいなと思っていただけたらね、構いませんので、もしよろしければ、チャンネル登録、あと動画の高評価等をぜひ、よろしくお願いいたします。本当にね、チャンネル登録とかね、動画の高評価等をしてくださると、とてもね、嬉しいというか、すごくね、天にも昇るような気持ちになってしまうかもわからないので、もしよろしければぜひ、チャンネル登録、あと動画の高評価等をよろしくお願いいたします。というわけでして、今回、視聴小説1枚の37がお送りさせていただきました。狼絶景版、動画の数的に言うと16本目ですね、これで終了させていただきたいなと思います。改めましてここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回ですね、17本目、18本目ですね、ちょっと言い忘れたんですけど、自分ですね、シリーズ動画を、アップさせていただくときは毎回2本ずつ、アップさせていただいておりますので、次回は17本目、18本目だということで、よろしくお願いいたします。というわけでして、皆様本当にありがとうございました。では失礼させていただきます。バイバイ。